清水は今、うん、3連敗です。うん、柏は、まあ、勝ったり負けたり引き分けたり、うんうん、これあれですよね、柏はルヴァンに出てたんですよね。出てます。勝ったのね、 3-0。 はい、 3-0 でセレッソに、うん、しっかり。オルンがいなかったですけどね、うん、ゴヤ君取りました。江坂2つ取りました。そうですよね。清水は最近、うん、まあその3連敗のうち、うん、マリノスに 3-4、うん、横浜 FC に 2-3、うん、川崎に 0-5、うん、守備崩壊中です、うん、そうですよね。これね、前も話したんですけど、うん、マリノスとの激戦のこの疲労感、ダメージがね、ダメージは相当、その負けたっていうダメージ以上にこれ肉体的なダメージ、そうですよね、出し切った感じありましたからね、うん、だからそのフィジカルがどれぐらい回復して、まあ、このだから1週間のね間っていうのは清水にとってはかなり大きいんじゃないですかね。なんかそれは大きいよ、帰ってこれるみたいなので、うん、あ、そこは でかそうだなっていう、はい、うん、うん、まあ、でもなんだろうな、こういう、うん、クラウスキーとかさ、まあ、ポテフもそうだけどさ、うん、守備のさ、改善するのかな、うん、いやいや、いや、だからもう前からとにかく、だって休みなくプレスみたいなのが、まあ、ベースじゃないですか、うん、基本的に。うん、うん。だってブロック。その強度が落ちたら、それやられるよね、やっぱりね。そうなんですよ。だからその強度を高いレベルでとにかくまあ維持するしかないから、うん。それがあのね、この3連戦、前のね、まあ、負けた3連戦は、残り2試合でね、ちょっとその強度がやっぱ落ちちゃったっていうのがあるから、うん、それをどれくらいこう維持できるかっていうところなんですよね。うん。うん。柏はどうでしょう。うん。あれ、江坂君フルで出ちゃったんじゃないですか、この間。多分そうだと思うな。ね、うん、出てた気がします。活躍してね。うん。超活躍したよ。うん。うん。ねうん、でも、オルンが休んでますからね。あ、そうっすよね。そうっすね。うん。うん。で、ただ、レースセンターバックがいないんすよね。確かに。そうだね。怪我しちゃったら痛いね。高橋のあれは痛いっすよ。ね。前十字だっけ、はい、うん、うん。かなり長いんかな。この間、スリーバックでやったんだ。そうだ。セレッソの時、うん、確か。うん。そうっすね。鎌田戻ってきたんですよ。あ、そうっすね。あ、うん、まあ、北国はね、うん、俺でも使える。うん。休ませたのでかいな。でかいでしょ。ね。でも、オルンガのこの間のあの、鹿島の試合の左足のシュート見ました？見ました。見ました。あの人はあのリーチでさ、まあ、チパンって打てるんだよね。打てんですよね。すごいんだよね。すごいですよね、あれは。しかも早いじゃないですかね。そうだよ。あの、振りも早いんだけど、球も早いんだよ。うん、早いですよね、コースもいいし。そう。あれ入っちゃうんだって感じのシュートでしょうね。入っちゃうかっていうね。シュートは本当すごい。なんか枠内に行く確率相当高いみたいなことがなんか高いですよね。ああ、そうですよね。うん、ああ、そうだ、うん、今コメントで教えてもらいました。高橋俊樹出場停止なんですよね。いや、そうですね。あれだな。だからこの間の試合、だから考えてみたら、うん、退場者出た後にね、うん、そうです、そうです。いい勝負してるわけですから。うん。土井翔馬の活躍がなかったら分かんなかったですもんね。分かんなかったですよね。いや、そうっすよね。いや、どうすんだろうな、これ。うん、あ、じゃあ、俊樹いないってことは北詰めだな。北詰めでしょうね。まあ、そうですよね。うん、で、カバダ、コガ、かな。かな。うん。で、三つ丸かな、うん。うん。そういう感じだ。はい。まあ、あとは前は、とりあえずフレッシュで、オルンガがいると。うんうんうん。いうとこですかね。そうそう、いや、でも、オルンがいるだけで、なんか、なんとかなっちゃいそうな、あれがありますからね、彼は。そう。いや、だって、大井打線だけですよね、点取れてないのね。あとずーっと点取ってますからね、俺。そうだよ。はい。ハイラインで行くのかな、清水は。プレッシャーかかってなかったら、どんどんオルンガにやられたんじゃないの。でも、清水はなんか、戦い方変えない気がしますね、なんか。いや、でもそれはしょうがないというか、別に2点取られても3点取ろうってサッカーだから、そこはもう、あ、じゃあ3-4の負けとか2-3の負けは OK だね。いや、負けてるからダメなんじゃないですか、それは。負けてるからダメなんでしょうけど、そこのね、スコアをこうひっくり返していくっていう。いや、逆になればいいね。そうそう、だから次は0-0を目指しましょうではないってことですよ。なるほどね。うん。うん、
次は3、4で負けたら次は4、3を目指そうっていう。4、3を目指そうっていう。じゃあ、柏はある程度こう落ち着きながら、清水の出方を見ながら、ネルシーニョがこうテクニカルエリアでこうやる感じですね。うん。うんうんうん、そうですね。慌てず、急がず。はい、ザ・ネルシーニョっていう感じの。なるほど。で、前にオルンガがいますからね。はい。その辺を注目していただいて、ザ・ネルシーニョ、プラスオルンガ、ね。はい。湘南。神戸か。神戸。中2日の神戸。湘南は2週空きました。うん、空きましたよね。いや、だから相当リフレッシュしたとは思いますね。うん、だって、みんなが取れない3連休なんか連休取ったみたいだからね。3連休ああ、でもそういうリフレッシュできるのはね、悪くはなかったでしょうね。うん。と思うよ。うん。しかもね、ずっとなかなかね、勝ててないってことも考えればね。うん。精神的にもね、一回リセットしたかったでしょうからね。リフレッシュっていうところはできたかもしれないですよね。うん。うん。だって FC 東京の試合でも、まあコーナーキックの流れから、まあ長いに決められて、うん、あとはいい形で、まあ、我慢じゃないけどもずっと 0-1 のまま推移しつつ最後にトントンってやられたっていうカウンターとあとまあものすごいワンツーでディエゴ・オリベイラにやられて、うんうん、あと原大智のコーナーのチャンスからの逆カウンター食らって、ねうんうん、一番後ろにいた原大智が最後決めるっていう、うん、まあうまくリフレッシュしてやれるかどうかだな湘南は本当にそうですねなんか本当このね2試合ぐらいちょっとなんかまあ、言い方変なんですけど、元気がないって感じがね、してたから。いや、元気もなくなりますよね。だから難しいなと、本当に。いや、本当、うん。気持ちの部分が難しいですよね。これが逆に降格がある年だったら、もう危機感をみんなで共有できるじゃないですか。うん、ここはやばい、ね、頑張んないとって言って、うん、もう一回火を、指導者もね、火をつけやすいと思うんですけど、うん、あとね、なかなかこう、難しいとこ出てきますよね、絶対。うん、それはあるな。そう、気持ちのね、コントローラーも確かに難しいよね。うん。うん、本当に選手たちが奮い立たなきゃいけないんだからね、これは。うんそう本当にだから、なんでしょう、その、うん、ケツに火がついたから頑張るじゃない、こう、モチベーションをかきたてて向かっていかなきゃいけないから、うんうん、例年より絶対下に沈むチームが難しくなると思うんですよ。そうなんで、うん、そこで出せるかどうかですよね。修正するのって、もう本当、メンタルとか頭だけに近いじゃないですか、うん、もう、だって練習とかトレーニングで落とし込みとか、ほとんどできないから。うんうんね、コンディションの回復に全部リカバリーになっちゃうじゃないですか。だからそうなると、本当メンタルが占める割合が大きいから。そうですよね。ね、そこをどう立て直していくかっていうのがね。まあでもある意味、こう、行きやすいんじゃないの神戸っていうチームだったら。うん。湘南の前はね、うん。まあね、もう、いや、休養も十分ですからね。そうあってほしいですね。だよね。しかないですよね。うんまあ、それこそルヴァンの川崎戦の、まあ、神戸対川崎見てれば、あれだけ川崎が行って、ああ、ミスするんだ、神戸もみたいなところがあって、うんまあ、メンバー変わってくる可能性は当然あるとは思うけど、うん、でもそれぐらいやってくれたらなっていうのは、思うよね。うんうん、まあ、神戸も中2日で、ね、3日前に0-6ですから、それはもうね、これはもう、立て直しに、行かないとっていうのは当然あるでしょうから。まあ多分イニエスタは戻るね。うん。だって0-6って少なからずじゃないな。かなりのショックですよね。だってね。うん、だと思う。ね、うん。そう、湘南のアンカーの人選はね、どうなんだろうな。うん、今、イエローカテさんからコメントがありましたけど。金子のところあ、うん、あの、やっぱね、その守備が強い系を置くのか、こうちゃんと組み立て系を置くのかみたいな難しさ絶対あるなと。あどうだろうね。え、常さん入り口にしたいの？可動いや、それはそっちはちょっとわかんないですけど、湘南が強度あるアンカーを着たいっていう。入り口みたいなタイプにしたいのかどうかってことでしょ、湘南が。うん、そうそうそう。だから、それこそ斎藤光希みたいな選手なのか、バラダみたいな、こう、組み立てできるようなタイプっていう感じなのか。今、でも金子が大体今やってるでしょ、うん、そうですね、金子か。うん
バラダやると、バラダでも大体途中で交代するのが、なんか俺の印象だとあるんだよ。うん、そうですよね。うん。うん、多いですね。うん、多い。ここはでも監督さんのもうあれですもんね。あれになっちゃうんですよ。うん、それ、うん、バイエルンがそこチアゴ・アルカンタラ使ってんのとね、リバプールが、うん、だからその前の、アンカーのところの前の、例えば、ミツキと、まあ、うん、直樹か、まあ、わからないけども、うん、まあ、松田天馬かもしれないけど、うん、そこでガンガンいけるようにならないと、うん、金子を置いてる意味がないわけでしょ、きっと。うんうんうん、ね、そこでボールを散らしたいというか、その、まあ、パスを配球できるようなタイプを置きたい。で、前から行くとしたら、まあ、ツートッププラス、その後ろの二人がガンガンいけるようにしといて、っていう感じになるわけでしょ。うん、まあ、そこは、その前との絡みにはなってくるんじゃないの。まあそうですね。まあ、あとはだから後ろからそのね攻撃していく時のにどういうまあ意図がちょっとよくわかんないからそこはど、うんうん、方向性としてどうするのかっていうのはね監督次第なんで、うんうんうん、ねビルドアップの起点にしたいっていうんだったらそういう選手の方がいいだろう。そうですよね。うん、まあただ多分金子を使ってるのは多分それを高いレベルで両方なんかなんとなくこうやってほしいみたいなところなんですよね。うんうんうん。とこだと思うんですよね。金子パスも出せるし、うん、そう両方できる選手っていう感じですよね。高いっていうことで金子選んでるのかなって気がするんですよ。うん。だからそんなこうミツキだけ強いイメージじゃないと思うんですよね。ミツキをさ前で使ってるのもさそういう多分意図があるよね。うん、きっと前からいける、うん、あいつはいけるみたいなやっぱり。うん。ファーストディフェンダーじゃないけども、その次々ってどんどん行ってほしいみたいなところがあって、うん、だから、そうなんですよ、あそこね、前2枚ね。神戸がさ、うん、ホタルアンカーやらないじゃん。ああ、そうですね。うん、あでもね、やるときやるんですよ。あるんだけど、うん、あるんだけど、でもホタル基本的に今、インサイドをやらされてるわけね。うん、で、あいつと話をしてても、うん、俺は下をやりたいっていうわけ。うん、ああ、そうなんですね。下をやりたい。うん、アンカーを。うんあ山口がやっぱりそうもっともっと自分がいろんなところに関わってやりたいタイプなんだね、うん、そうきっと、うん、でも監督とすると前から行けるしやっぱりそういうところの強さ、うん、彼の良さがそこのが生きるんであろうっていうふうに多分見てると思うね。そうですよね、うん、基本的に僕もそうだと思ってました。パスワークの起点にしたいはずですけどね、うん、そうだから、まあ、アンカーになると、うん大体あの後ろに下がって3枚になってボール回すとき多いです、うんうん。で、そこの違う選手がそこに降りてくるって言って、安井とか、うん、佐々木とかっていう選手が降りてきたっていうシーンは結構多いですね。基本的にはサンペールのはずなんで、うん、あそこはね。これは、いや、そんな。つまんないことを言おうとしたんであれなんですけど、コブさん、はい、イニエスタが帰ってくれば結構問題解決なんじゃないかっていうちょっとコメントでもありましたけど、ああそうね、はい、そう、いろんなことを解決するよね。まあイニエスタとそれこそもう古橋が近くにいれば解決する可能性は、あのバミューダトライアングルみたいなやつですね、左のね、そう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 、好きですねバミューダトライアングル。まあ豪徳ももっと生きてきますよね、そうすればね。うん、ね、そうですね。うん。でも小田君もだいぶ良くなってきてますね、やっぱりずっと出てくると。いやいや、小田は本当に。でもかなりプレスでね、うん、ガンガン行ったりとか、うん、あの高い位置からね。プレッシャーかけたりとかっていうのもかなり貢献度は高いですからね。うんうん、これは本当に、うん、ごめんなさい。はい、どうぞ。いや、すいません。なんかさっきから、いやいや、小田は本当に向上心のあるすごい選手なので、こういうふうに環境を与えられると、こう、なんかいろいろ吸収して、今、こう、自分で、うん、自分を変えよう、よくしようってやってんだろうなっていうのがちょっと見えますよ。うん、なんか顔つきが変わったような気がするんだよな。ああ、単純に、うん。いや、神戸だから小田ももちろんそうだし、で、古橋がちょっとね、怪我していなくなった時、あそこ豪華が入って、豪華も点取ったりとかして。うん、あ、安井も含め、佐々木もそうなんですけど、若い選手がすごくやっぱりこうね、うん、試合経験積んで、自信深めてって意味では、そう、ね、チームのこう総合力はかなり上がってると思うんですよね。うん、そうだね。うん。まあ、後ろも菊池とか出てきてるしね。うん、できてなんか、ダビド流行が。あいつのこうヘディングの時の声はもう秋田豊かみたいですよね。しかもね、いやーみたいにやりますからね。試合中の表情もいいんですよね。ね、いいんですよ、もう、カメアップの役者ですからね。長期役者みたいな、なんか見え切ってる感じの感じがありますからね。ちょっと面白いですよ。
いいですね。楽しいです。まあ、じゃあ湘南神戸は、その湘南が神戸に対してガンガン行ってほしいなっていうところがちょっとね、まあ見てほしいなっていうふうには思います、ね。いや、ちょっと行ってほしいですね。ね。不要十分でアクセル踏みまくれる湘南と、こう、イニエスタが戻ってきた神戸の技の対決っていうのは面白そう。そうですね。ちなみに僕、ここ解説です。ああ、そうなんですか。静かに見てたいと思います。金子にガンガンイニエスタ行ってほしいですね。いや、そこをちょっと。金子はそういうの気にしないでいける選手だと思うんで、斎藤、ね。ウィスキーをね、はい、行ったって言いますか。ガンガン行ってほしいです。わ、はい、かりました。